ようこそカラスの力へようこそ。今日はダダン、このは何かというと、スプリームのこれ開けたら力に穴開けられるから開けやんとちょっと説明しますけど、スプリームのナチュラルと、ナッツブレンドフレーバーっていうのを今回頼んでみました。で、前回の時食べてみなさいよっていうコメントをもらってたんで、今回はちょっときっちり自分でも食べてみてどんな感じかお伝えできたらなと思いますんで、開けてみたいと思います。ダダン。で、何が入ってんのかな。ナッツは、ナッツはナッツでも何かは分からんのね。何ナッツかは、何がしかのナッツで入ってるよっていうことやな、多分。知らんけど。あ、なんか、匂いはな、ナッツやな。ナッツの匂いがしているよ。じゃあ、俺も何種類かあるから、一応、種類を、何味かは分からんけど、ナッツブレンド、こんな感じです。3色入ってんのかな。ちょっと待って、リキ。ちょっと待って。さっき俺が食べんねん。茶色と焦げ茶とナチュラルチックな色の3色入ってるから、それぞれまあ何かのナッツってことかな。よし、まず白から、じゃあ、俺から食べばな。ほら、何の風味もないというか、いかにも鶏の餌みたいな味やぞ、これ。食って大丈夫なんやろな、これ俺。次、薄い茶色。もう一応いくじゃん。薄い茶色いってきまーす。一緒。これも一緒。次、焦げ茶いきまーす。まずい。これは、なんか砂糖かけてくれやんと無理かもしれん。まずくはないけど、いや、まずいかな。やっぱり粉の感が、めっちゃ悪い。ほんで、ナッツの風味も、別にないぞ。ちょっと食べてみる？どう？ミキさん、聞いてみて、どう？普通にうまそうやな、お前は。お、フルーツの時より食いつけえんちゃう、全然。ちょ、もっとこっち来て。もっとんしてちゃう。こっち向いて。お、めっちゃ食うやん。え、これうまい？ナッツ、お前ナッツ好きやもんな、言うて。でもそれストックやろ。でもどこの手でもそこに吐くなよ。じゃあお前さ、食べ。なんで俺の手から全部奪ったの。うわ、なんか口の中、なんかカスが気持ち悪い。うわ、これ、え、鳥ってこんなの食べんの？つうか、どっちみち噛まへんもんな、お前らも。うわ、なんかこれは、しかも3つとも同じ味やしさ、お前区別つくの、それ。まあ、もうちょいいる？それ、いる？よいしょ。よいしょ。あ、来る？微妙。ちょっと待って、もうちょい前のか。ちょっとそこ飲んだよ。ちょっとこっち乗って。ここで食べて。はい。お前には美味しいみたいやな。俺はちょっと、俺はないわ。当たり前か。鳥の餌は、これ食べるもんじゃないな、やっぱり。ドッグフードとかも食わへんけど、食べてみるのは意味なかったな。あれか、フルーツとかやったらもっとなんか風味があったんかな。いい匂いしてたもんな、甘い匂い。これなんかもう、ぽい匂いしてるけど、ぽい匂いしてるけど、これはちょっと食べたの失敗やったな。美味しくない。非常に美味しくない、これは。ちょっと、リキさん、そうする？それする？
イロハス。けどな、全部食べてます。そこに沈んだやつもお前食べてくれよ、それ。なあ。はい。というわけで、今回は、新しいフード、スプリームの、ナッツブレンドフレーバーいうのを買って、自分も食べて、リキにもあげてみました。リキさん的には好評やったみたいで、結構ガツガツ食うてはったんで、前回のフルーツブレンドよりは、いい感じなんじゃないかなと思いますんで、これを混ぜてあげていきたいと思います。はい、というわけで今日は終わりにしたいと思います。バイバイ。痛い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 の、はい。